本動画をご覧の皆さんお越しいただきありがとうございます小龍斎です本日は変達大調子をしてリアクションを収録していきたいと思いますよろしくお願いしますでは行きます3 2 1 5いやあのー変達が来るって誰が思いますっていう話なんですよねおすげえ。おー すっごい動きよくなってんなああの模様ちょっと動いてるけどちょっと手書きっぽいうんか猫のあの門脇さんのあの感じの声えー、高杉さんあんな感じなんだこういうモードの時の声だとへえ全うわすごい まあ噂には聞いていましたけどね動きめっちゃ改善されてますね相変わらず立つ気分濃いな何だろうあのあのこの虫何なんすかねまあすっごいうわだいぶいろいろ挑戦してんな新しいことまあこういうことは得たかったんだろうなっていう感じのものがたくさん入ってんなうん髪もめっちゃ綺麗に動いてるしな 枠枠って完全にはいいいっすね <laughs> これが <laughs> こういや本当ですよここに繋がんのああ変達のあれに繋がんじゃんへえいや本当に1分30秒の一瞬だけのやつですけどねいやーでもちゃんとテレビ放映される ショートシリーズとして変達が来るとはね、前までは変達を見たら次に何が来るのか分かるみたいなヒントが隠されてるみたいな感じでみんな変達を見てて、で、直近のね、変達を見て次何来るんだろうとかね、あと予告動画ありましたね、あの段ボールだけの。あれ見て、あれに何か隠されてんじゃないかってね、隠されてるのも何も変達そのものが来るとはね。いや、相変わらずこの監督をかけてると感覚が来る。 作品自体もそうだけどその作品外のアニメ制作とか創作活動その周りの動き自体も本当に予想のつかない面白いことを次々やってくれますねちょっとまだ初見の印象強いうちにもう一回本編見返して気になるところとか探していこうかなと思いますけどいやとにかく動きっすねあーケモフレの時はねリグ自体に間違いがあったりとかね まあ画面全体、ビジュアル全体にあちこち破綻だらけだったんですけど、まあその辺も煙草で大幅に改善されましたし、今回ので、モーションに間違いがないだけじゃなくて、さらに豪華な追加がありますね。滑らかになったし、自然になったし、髪とか衣服の、これ C4D ですよね。クロスシミュレーションかなわかんないですけど、まあソフトによって名前言っちゃいますけど、この辺の動きのフィジックスシミュレーションもすごく 対応されててでこの高杉さんのね冒頭の怖い怖い怖いの言い方これも意外だなこれまでの変達のあの喫茶店とかね街中で静かにおしゃべりしてるときと全然違う感じだなこういう感じかこういうシーンになるとへえ思ったよりおとうん予兆あったってことかこの虫ねなんか手書きみたいなこのねいびつな形の四角が書いてあるけどこれ何なんですかねあとまあ形状構造中身も気になるけど 虫だけど、これは、煙草の赤虫とは違うんだろうな。見た目から受ける印象だと、あれを連想させるけど、使ってる道具ね、スカートと耳が光るね。ペンですね、これは。ワコムかな。まあ、多分ワコムなんでしょう。穴を探してんのね。セルリアの石みたいな。へみたいなやつ。背中にあるってのは、本当に、まあ、これは、誰しも思い出すでしょうけど、1話のね、あの、橋をさいでた、巨大なセルリ,リアンですね。なんていろいろ考えちゃいますね、ほんと、一言一言 目があったああい,ちいち意味あるんですからねだいたい間をつないでのとかで尺埋めるセリフとかないですからねこの人の場合あ,あ,あんな感じか聞くたんびにびっくりするな高杉さんのあの感じの声ペンで書いてシールドを出すかシールド3枚ある ?3 回書いたからか三重のシールドー素晴らしいねこの階段駆け上がるところの動きすごい滑らかだしアニメーションでの人物の動作を見ていて気持ちいい時の あの感じ単に破綻とか不整合とか違和感がなくなっただけじゃなくてそういううまみ成分までたっぷり入ってんなこの1話のモーションの中にこれいいなあのね虫虫かな虫かどうか分かんないですけど3つの体を取り巻いてる3つの輪が1つになると虫が攻撃してくるんだけどまあこの辺もなんかありそうだけどね分かんないですねうわすごいあの虫のの虫攻撃を跳ね返すとところのモーションとか さっきの階段駆け上がるところもそうでしたけど、すっごいいいちいち、ためとね、ためといて動作を放つ、あのタイミングとかすっごいいいな。うん。顔変わったな。ここも変えてきてんな。これ完全に煙草なんだけど、一瞬出る。いいね。見返すために動きいいね。胃腸の煙草だけどね。どう見ても。でまあ、誰しも思うんでしょうね。スマホか。A の字ね。これだけなんか、どっかで、これね、これ、飛散する A の字の形 なんか意味あるのかなネズミか <laughs> そこまでエとに合わせてるかなあのエトのね画像ちょうどええ画像がっていうねあのツイートでネズミエトだいぶ意識されますもんねたすき監督犬の犬同士の時もねまあ去年ですけど犬同士の時もわざわざ犬の画像を作ってねあげられてましたしあと6体うんこれよね全部倒したらなんか枠もらえるらしいでうーんこすっごい混乱するなこれすごく構造が入り組んでんな 変達を見て何が来るのかなと思ったら変達自身が来てでその本編の中で色々と新しくねたすき監督がビジュアル面でも多分音響の面でもやりたいこと色々あるんだろうなと鍛えたいこと試したいこと使ってみたいことが色々あるんだろうなっていう感じで詰め込まれてんだけどやっぱりその中に変達特有の予告成分ね入ってますねこれ絶対なんかあるんだろうな6回でしょ変達ショートが6回あって <laughs> でもこれね 名言はしてないところね。例えば第6話で第6匹目、6体目倒し損ねて、やっぱり枠もらえませんでしたねってことになるかもしれないし、その辺はまだ詰められてない。まあほとんど決定してるんでしょうけど、まだ予測不可能な部分は残してあるっていうね。いいですね、本当に。さあ何が来るのかね。変達フルだったりしてね。フルって30分枠ね。うん。で、変達のここに繋がるのか。<laughs> 本当にこうクルトはでしたねですよ。 そうすかそんな大チはすか。まあ、スタッフは相変わらずね、例の最強の3人組と、キャストね、音がアニプレさんなんですよね。まあ、何ん,んでしょうね。この辺もね、次回作、まあ、レーベルがアニプレさんになるんでしょう。さあ、次回何来るかね。もう次のことを考えさせるっていうね、恐ろしいぜ。まあ、本当に現時点でできる予想ですけど、まあ、このショートシリーズが6回あって、で、何かに繋がるんでしょう。最終回でお告がある。最終回後に、 またツイッターとかでで、予告ががある。で何が来る何来のか。変達30分枠も全然ありえるけど多分変達はまあこれもそう今までもそうでしたけどたすき監督が次回作に向けていろいろとショートシリーズ趣味の範囲内で試したい技術とか鍛えたいものとか試したり見せたりしてで反応をもらってでいろいろとフィードバックに基づいて調整したいこととかを試すためにいろんな趣味のショートシリーズがあったと思うんで。 ビジュアル面で試したいこととか、音響面でやっておきたいこととかが変達の中に含まれてるんでしょう。なんで、これ見るとね、まあ、次回作も煙草みたいなアクション多めの作品になるのかとかね、バトルシーンのある作品になるのかとかね、いろいろ考えられますけど、まあ、一番大きい可能性は、ラスオン、メガネ、どっちかですね。どっちもね、アクション、ギャグ、バトル、ありそうですもんね。か、そう思わしといて、そう思わしといてって別に思わせてないんですけど、かっち。<laughs> 勝手にこっちが思ってるんですけど、全然違う。完全新作。ありえますからね。まあそんな感じのところが、現時点で予測できるところでしょうか。さあ、てやっとね、変達見れたんで、第一話。庭一個わかんないですけどね。配信、配信というか、YouTube とかで公開があれば庭以降も見たいんですけど、とりあえず一話の感想とかも、ざっとさらっていって、もう一回ぐらいは、こんな感想ありましたみたいなことを、また申し上げる機会があるかもしれませんけど、とりあえず現時点ではそんな感じと。 2話以降もね、公開あればままたた拝見しし、いいと思いますしどんな感じなのかなーっていうねぼんやりとしたことは考えておりますけどさてそんなことでまあ考察とか見に行くのもいいんですけど海外の反応ねとりあえず1話の海外の反応今時点ですでに気になるんで見ていきましょうまずまあマイアニメリストさんでしょう。変達これなかったんですよページしばらく公開されてからやっとページできましてねでページできてからもう全然コメントなくてねレーティングも NA でしたからねしばらく。やっとレーティングつきましたけど、スコア5.68と。えー、くしくも、Rifle is Beautiful と同じぐらいのポイントね。でしたよね。確認しよう。細かい音だけど。ちゃんとリキャップはリキャップ用のページがあるっていうね。細かいな。<laughs> 同じじゃん <laughs>。ポイント <laughs>。なんでライフルは上がんないのかなポイント。ってね、思ってたら、同じレーティング。完全に同じ。0.0ポイントまで同じっていうね。まあ、細かい音ですけどね。5.68か。 まあ、そんなもんでしょうね。っていう感じ。でね、ずーっと、なしだったコメント、ディスカッションの方でね、ちょろっとですけど、コメントありますから、どんな反応されてんのか拝見していきましょう。ディスカッション、確か7コメントくらいあったはず。エピソード1ディスカッションね。さてと、とりあえず、めっちゃ良かったんで、あ、そうだ、ログインしてないんだ。後でしよう。スマホでは常にログイン状態なんですけど。えー、うん、I hope on Tatsuki's star anime, come out since Kemono Friends ね。ねケ Kemono f r e 以来の、 たすき監督のね、アニメもっと来てほしいっていうね。わかる。なんじゃこれっていうね。絶対思いますよね、みんな。だって日本語わかんないんだからさ。日本語わかんないし、字幕付き配信がないんで、まあ、このぐらいの薄い反応になるんでしょうね。どこのサイト見ても反応すかったですからね。ほとんどどこも反応されてないっていうね。本当にちょろっとだけある。うーん。変達フルアニメが来るってことなのか。あー。まあ、これを振ると言ってんだったらそうですね。フルはフルですね。ただ、変達フルっていう名前のね、動画ありますからね。 あれの DVD も良かったですね。えー、フルアニメが来るってことなのかわからん。っていうね。わかんないでしょうね。まあ、来たっちゃ来たんだけどね。めっちゃ短いのが残念。うん。まあ、変達がテレビになったっていうね。そういうもんだと思っていただければいいんじゃないでしょうか。俺は何を見たんだ助けてくれ。うん。まあ、わかんないでしょうね。これを見たらもっと欲しくなった。わかる。確かに煙草の感じがした。うん。本当そうですよね。多分これみんな言ってんじゃない <laughs> どこで見てんだっていうか、何なのこれっていうね。 コメントわかるね。まあ煙草は、ケムリクサも、ケ煙リクサだったらね、なんとかギリ、海外配信に乗って、で、字幕もついてだったんですけど、これは本当にローカルなというか、まあ、なんというかドメスティックな配信形式になるでしょうし、配信あんのか、そもそも。YouTube で公開されたけど、日本語しかないっていうね。誰かあれに字幕つけてくれりゃいいんだな。多分、ファンサブはあるでしょ。誰か翻訳したでしょ、確実に。ファンサブを YouTube につけてくれればいいんだかな。さて、マイアニメリストは、まあ、7コメントか。 よくみんなご覧になりましたね。少なくとも。とりあえず見るだけは見て、めっちゃ短いし、日本語しかないし、わけわかんなかったと思うけど、とりあえずコメントはなんか知らしたくなるっていうね。で、次に、レディットの方ですね。レディットですね。アニメサブレディットだったら9コメント。で、彩りのサブレディットに2つポストがあって、それぞれ4コメントずつあると。ああまあ、レディットの彩り専用のスレでもそのぐらいの反応か。で、アニメ全体の ケモフレンズケムリクサズディレクター、タツキーズニューショートアニメ、変達タツナウ、リリースンオンジャパン TV ステーションズフロムトゥデイオンウォーズということでね、日本のテレビ局で放送されるというポストに対する何だいまってんのこれそんなもんでしょうえぇ、ー、ソートバイ、オールドからみたい。うん。さらなるタツキにワクワクする。Really excited だつって、なんだ今の ?Really excited ですって、モラタツキ、モラ楽しいね。ああ、ほんとそうですね。あの、ノータツキ、ノーたつきのー楽しいもー、 拡散しましまたねランダムランボープロダクションズさんが2019年冬何見るみたいなディスカッションだったかなを動画で上げられててその中でもケモフレツ見るどうしようかみたいな会話されてましてで確かアゼルバンさんがそのフレーズ使ってましたねノータツきノたのしいってねまあいろいろ調べられたんでしょう気になるでしょうしねタツキが1分半の最初のエピソードを Twitter にも上げているとディスカッションポストを作るに値するかわからないがあオフィシャル うんうん、オフィシャルオフ or u n o f f i ノフィシャルトランスレーションが来たらディスカッションポストを作るべきだろうかっていうねうん微妙ですよね悩むでしょうねこれ YouTube にもあげられてるとできたらサードパーティーの字幕にもオープンなソースであったらいいんだがっていうねただ違うだろうとは思うとまあね私もさっき申し上げましたけどファンサブはどっかにあるんでしょうからそれを YouTube に YouTube の字幕にね貼り付けてくれればいいんですけどえー ケモフレ2にも触れてるコメントありますね。あ、一個削除されてるわ。海賊版解放かアンノフィシャルだったから。うん。たすは戻ってきたっていうね。えー、あ,あ、サブ、ついたのね。ナロフィシャリーね。多分うーん。まあ、字幕ファイルだけ上げてる人もいるでしょうし、えーと、これ古い方から。同日か。まあ、これ予告でしょうね。ニューヘンタス TV シリーズアナウンス。毎週火曜日23時57分。この辺は公式からだろうな。英語でのアナウンスメント。 なかかったででししょょううらね、ね翻訳でしょうねさーて古いコメントから短くて何にも情報がないけどええー、追加でたすきの Twitter アカウントで見れるけどこれは1話だけの例外なんじゃないかというねうんそうかもしれないですね2話以降ないかもしれないですねうんファンサブ翻訳者に取り上げられたらいいんだろう取り上げられたらいいんだがなっていうね英語字幕がつくとは予想していないと <laughs> これはフォーちゃんのですねフォーちゃんのアニメカテゴリーアニメイターがサブを作ってると レディットの予告のスれだとそんな感じの反応ですか。で、本編のね、ちゃんとね、変達のファーストエピソードのオフィシャルの方があったんでディスカッションスれが立つと、イングリッシュサブズって誰か貼ってんじゃんもう。たくさんの細かいことがこの短い間に起こっていったと。旧来の手書きスタイルとよく使われる 3DCG アニメーションがうまく混ざり合ってるのが好きだと。I'm looking forward to 2020ね。はいや、ほんとそうですね。 So、much improvement 3D ほ、うんとそうっすね。だからずっとたすき監督とか彩りの作品を追ってた人はまあみんなこう思うんだろうな。なかなかのインパクトですよね。あの動きの滑らかさと自然さとうんなんだろうあのあの動きの気持ちいい感じね。うん。あららスムーズ r うん今まで見てきたよりはるかに滑らかになっている。あと細かい追加。うん手書きで細かい追加がある。でそれがうまく織り交ぜてあると。 設定がなかなか面白い。で、他の作品みたいにプロットが明かされるのが楽しみだと。ああ、誰か言ってるかもしれないし、自分が遅れてるだけかもしれないが、この二人のキャラクターはたつきと吉久、ヒサ・がモデルになってると。で、そう、彩りの二人ね、まあ、よくご存知ですねっていう感じ。あ、へえ、2018年から2019年までのショーツ、ショートシリーズ全部ご覧になったんですね。で、それはこれと同じシリーズだと。特にね、このアクションパックドファーストエピソードが、 うんコップアウトね。これコップアウトって、ま、あ要はあの、後半のオチの下りで、みたいな、関係ないものが流れるみたいな、風に、家庭の話だったよっていうね、ことを語られるあのつ、あの下りに繋がるから、まあ、この、以前に公開されてたショートシリーズもこれに繋がってるんだということを推測されてるみたいですね。うん、やっぱり、本当によくご覧になってるなって感じですね。アニメーションに使うインスピレーションをどうやって得てるかとか、がすごく納得できた、メイクセンスね。うん。 メクスロセンよく研究されてんな。明らかに自助的、自伝的。あ、自伝的ね。だよ、SF。うん。明らかに自伝的な内容で。でね。あ、これね、リンクあって。まあ、コミティアに行った経験を語ってるっていうね。うん。I enjoy the meta-ness。うん。メタっぽさ。ねこの辺からいろいろとね、みんな推測するんでしょうね。この人は本当によくご覧になってるし、いろ努力かけてんのかな。いろいろとご存知だ。 まあ、メタっぽいところとかね。あと、まあ、近況報告に近い内容になってるんだろうなと。近況報告と今後の仕事の予告を兼ねてんじゃないかなっていうね。そんなもんすかね。マイアニメリスト、レディット。あとはもう、あとは別のサイトで74コメントね。だいぶ来てるけど、まあ、ここはね。えへ、ー、<laughs> うーん。あらすじを見るために、インフォメーションをクリックしたら、空白。<laughs> プロットサマリー、ブランク。 本当に何もなな。かったんだな、うん。だうまあこれを見た後だとそのサマリーはまとえてるなと正直ケムリクサからインスパイアされた作品に見えるとまあじゃあケムリクサご覧になったんですかねまあ、まさにその通りですねだって同じ人が作ってるんですからねっていうことをまあ誰か後で説明されてるでしょうあサマリーあ、アニメニュースネットワークからねうんアニメニュースネットワークからサマリーをコピーしてる人がいますねこれはどん。 アニメニュースネットワークのどっかのユーザーさんが作られたんでしょうかねそれとも、公式にアナウンスメントがあったのかな世界最短アニメ賞を受賞するんじゃないかまあ、それで、その流れでね、いろいろとこれまでにあったショートシリーズ挙げられてる人いますけど、まあ、90秒ぐらいの作品って他にもありましたよね。えー、アニメタイトル読み間違えたとね、うん、変態まで入れてもね、必ず変態が出てきますよね。このアニメ何の情報もないのがおかしいっていうね、そうなんですよ。何にもないんですよ。うん。プロットサマリーすらないと。 なっていうね。I know right? だよねっていうね。まあそうでしょうね。確認したいんだけど、ケモノフレンズのスピンオフかっていうね。ああ。まあ、でもそういうの分かるんだな。やっぱりみんな。違うよっていうね。うん。ケムリクさんにも通底するものあるけど、同じ監督だからと。シーズン1のケモノフレンズってちゃんと正確におっしゃってますね。セーム外フーストラリティケムリクさんケモノ。獣 <laughs> 全部見たけど、なんじゃこりゃっていうね。それが知りたいのよっていうね。でも、同じユーザーさんが何回も。 何これ何これっていろんな人に聞いたりしてるなどう思ったとかね。プロットサマリーに俺に聞くなって言われたっていうね。困惑の中でプリングルスを食べる。最初はええだったけど、続いて、いやぶっちゃけぇになって、あーでもやっぱり、みたいになって、最後におうってなったってね。あそうか、この人たちはみんな字幕付きで見てんのね、すでに。ベストアニメオブっデッケイで。獣フレンズを思い出してる人多いですね。<laughs> でもやっぱりわけわからない人、もたくさんいますね。面白いですね。みんな困惑してますね。 ショートの中でもショートだと。で、なんだったら、オープニングより短いんじゃないかっていうね。煙草の前日誕。釈名の前日誕ね。うん。まあ、同じ雰囲気感じ取られる人多いでしょうね。変態奴と空目したっていうね。あ,あでも、うん。あ、これも同じソースから貼られてますね。これがなんだかわかんなくて困ってるみんなのために。ま、マジックルグループコメディ。アニメ通だったらタスキーアニメーションのスタイルは知ってるだろうっていうね。うーん、まだ色々。 一言だけの感想とかありますけど、うん。ま、あこの辺の中からね、後でまた拝見して、ゆっくり。またなんか面白いコメントとか、反応とかあったらね。あと、これ、このアニメあれだな。どれぐらいタツキ監督とか彩り作品を好きかっていうコメントから判定できますね。このアニメに対するどういう反応してるかに言って。うん、その辺も面白いな。そんなとこですかね。で、 彩りチャンネルさんの方でね、いろいろとまたみんなのね、感想とか考察とか、まあ、この変達第1話の内容についてもそうでしょうけど、たすき監督、彩り自身のね、今後何をしてかすのかとかね、その辺に関してもいろいろと予想してる人がいるんでしょうという感じですね。そっちは後でね、拝見して、また次回ね、2話はどうなるかわかんないですけどね、また公開されたら、それはそれで拝見して、で、また。 こういう感じのお話をする機会があるでしょうしまあなかったらなかったでねあとでいろいろ探してみたらこんなありましたっていうねことをお話しするかもしれませんまだわかりませんけどねまあ全体的にざっくり反応をまとめるとまあ何が何だかわけがなくて困惑してる人が半分でたつきが帰ってきたって喜んでる人が3割残りの2割はかなりまあこのコメントをしてる人の中ですからね コメントしてる人たちの中ではですけどかなりタスキ監督とか彩りとかね煙草とか詳しかったり記憶にあったり煙レ思い出したりという感じのコメントね過去作について言及したり思い出してる人がいますねという感じですねまあそんな感じですかね第1話の全体的な反応を拝見していくとまあこの辺をねもうちょっと考察とかと一緒にね 詳しく見てていってまた何かありままましししたら次回お話しすするる機会があかかもしれませんという感じですかね、まあ、変達がこの後ね少なくとも6回はまあほのめかされてはいる程度ですけどあるのほぼ間違いないでしょうしで6回やったらね新しい枠がもらえて何が始まるのかねその辺も楽しみですけどねあと技術的な方面でもあこういうことやりたいんだなっていうねこういうところを直していきたいんだなっていう ここういういいいいところを磨いていきたいんだなっていうことはね、なんとなく見て取れる第一話でしたけどまた次回公開されることがあれば期待して待ちたいと思います。というところですかね今回はそんな感じで変達第1話見ていきました。お付き合いいただいた皆さんありがとうございました。また次回でお会いしたいと思います。それではまた。